だいぶ引っ張ってますけどそろそろもう中身のことを忘れそうなのでそうですねかなり危ういです今月のこれをやりますはいさあ月1映画比較今月のこれサイダーハウスルールをお届けしようと思うんですけど思うんですけどついさっきもう本当に「ソミヤさんじゃいいよ」っていう直前にメールが来たの。 あの読む前にもう笑ってダイレクトメールだよただのダイレクトメールだけど読むねタイトルをね渡辺一おおー、様からはいダイレクトメールだあのお知らせじゃないだと宣伝的なやつだからね仙台といえば牛タン の3つの名店の味を食べ比べできる魅力的なセット各店の味はイキヨタン味食べ比べギフトにもおすすめあとでこれさ教えてあげるからさ分かってるよね <laughs> 分かってるよねとりあえずとりあえず三門君分かってるよねはい返事なんかどうでもいいんだよ分かってるよね俺からお伝えするのはここまでだよね <laughs> ええというわけで始めますよボイスラフネットワーク火曜日渡辺一茂の手使河原 だよ本当に来るんだもんそんなのすごいですすごいタイミングですねはいいタイミングだよねこの80直前にさいいタイミングというかなんというかこちら側としてはまあ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 私はいいですよミカドん…っていうか名前言ってなかったはいそうでした改めまして渡辺と近藤ミカドですあごめんなさいまた行っちゃいましたすみませんミカドと連れられるソメヤですはいソメヤさんですだからミカド君なんだからもうはいえでななんて いやまあまあまあね前回の流れとしてはいまあ三方君がそそう、うですよかったねまあよかったね仙台行かなくても済むかもしれないよそうああそうだめだってですかそれはそれこれはこれだいやいやいやまとりあえずコーチには来てくれるって話になったじゃないですかううんん。仙台もですかうんああ別だもんだってなるほどせせ、せめて渡辺におわびイコール伊達の新嘆っていうはい。これはほら かもういにしえの昔からねもう決まり事からそうですよ死んだばあちゃんも誰かにお詫びをされる時にはお前ちゃんと伊達の死んだを予期するって言ってたからそれは大事ですねでしょ絶対守らないといけないですねばあちゃん言ってたもん間違いないです間違いないでしょばあちゃんいろいろふざけてんな俺の中でのばあちゃん像がどんどん崩れてくななんか過去にもいろいろねおっしゃってましたね 本当にね。<laughs> 本当のばあちゃんは結構えぐい話をしながらやっぱハンバーグを食う。<laughs> <laughs> そうそれもそれなんかすごそうなお話になりそうですね。本当にねあの戦後の話とかあ<ー>戦争の時の話しながら一緒にハンバーグ食べるとかね<ー>結構すごいよ。なんだろうなんだろう。ろうしかも品川の人だから結構すごい。あ<ー>あ<の>ちょうどそうそうなんですよ。はい、大空襲のところだったから、ね。そうですね。 そんな話はどうでもいいんですけどとりあえずまあまあまあそんなおばあ様が「はい新たを買ってこい」というのであれば間違いはないでしょうじゃああのいきますかお題もこうねいきますよはい月1映画企画今月のこれ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  ないですね。はい。ちょっと聞こえましたね。染メヤさんのヘッドホンの向こう側から中中から来たの？そうですね。はい。響いて帰ってくる音が聞こえましたね。はい。今月のこれでございますね。ええというわけで、あのサイダーハウスルールはい。ええ1999年制作のアメリカ映画。はい。主演トビマグワイアでえっと共演がマイケル・ケイン、シャーリーズ・セロンとシャーリーズ・セロン。 って聞いちゃうともうちょっとポップな映画をね思い浮かべるんだけどまあ役柄的にはねそうですねちょっと小粋なお姉ちゃんっていう感じがするです、まあはい、いやーあのー、あらすじを言うともうその時点でだいぶ重たいよね。そうです僕どうやってこれあらすじ読んだらいいのかな。<laughs> <laughs> だって、結構核心まで入っちゃってんだもん。そうですねなんとなく上から、あれかな、えっと、じゃあ、ウィキペディアをちょっと読んでみましょうかね。はいメイン州ニューイングランドの孤児院で生まれ育った青年ホーマー、これが飛び間具合ですね、は,いえー、は父親のような存在のラーチ医師の下で医師を、ま、医術を学び、はい、孤児院で望まない出産を迎える母親たちの中絶手術を手伝っていた。はい、えー もらわれていく子どもたちもいる中ホーマーはラーチ医師の強い期待と愛情に半ば縛られるような形で個人暮らしを続けていたが外の世界への憧れを捨てきれずにいたどうですかもうここまで,でここまで聞いただけでよ,けでよ、はい、個人院で生活をしていたっていうだけでもうそこそこだいぶだいぶよ重そうだな現実世界においてさそういう個人的なところである。 ねはい、はい、い,いらっしゃゃるじゃない、はい、ねわかんないけどもう本当にはあの、ね、実際の生活とかその心思いはわかんないけどでもドラマとか映画で取り上げられるこじいたらまあ暗い雰囲気の中子どもたちがちょっと頑張って日々明るく生活しています,す、ね、みないろいろな過去を背負いながら的なさ両親からやれ。 暴力虐待を受けたとかさ死んじゃっていないとかさもうそういう環境だけでも重いのにそこで中絶手術をね専門的ではないけどいっぱいやってると違法行為ではあるけど内緒でやってるみたいなことじゃないもうさ最初にこれこれ森田さんだっけおすすめしてくれたのさんですこの タイトルを聞いてどんな映画であの僕が行くレンタル DVD 屋さんにはあるのかなっていうのを調べてる段階で、はい、正直なこと言っていい、はい、見たくねえなとか<あー> <laughs> 重たいなと思ってうそうですねなんかまあパッケージを見る感じ、うん、パッケージどんなんだったっけねなんか爽やかな青空のもとになんか人が立っているみたいな感じの。 確かージだったと思うんですけどあ、本当だ手元で調べてるけどああんか見た感じはまあまあまあうんあこういう系なのかなって思ってまあ中を見てまあでもその実際に重いのかなっていうのはなかったですそんなにそこまではいざ見てみると想像よよりは軽かったそうですね想像よりは軽かったし どっちかっていうとそのやれ個人だなんだっていうところのクローズアップっていうよりはえっとあれでしょ、はい、<laughs> すごいうまい言い方しましたその通りで,すでしょ、はいあのー、大会を知らなかったのにもかかわらずそういうのがあるんだっていうのを知ってしまった河津が外に出てみたらあっ案の定海でかいなっていうさ、はい、そして本当に海を見に行くっていうさ。うん <laughs> そうですね。本当によくできてんなとは思ったよ、はい、で見終わった瞬間にこれあのことわざのやつじゃんって思った <laughs> 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 だからさ別にねそんな重たいあのー、シチュエーションを作らなくてもよかったんじゃないかなって思ったりはするんだよ、ね、はいはい個人はいいよで、あのー、自分が望まない形で仕事を通 継がされたみたいなところもいいと思うんだけど、そこにね、人工妊娠中絶の手術。っていうのを結びつけなくても、はい、だから、それをすることによって、逆に、これは。エンドユーザーを減らしているような気がしてならないの。<ー>だから、原作者的には、その、そこに。なんか。重きを置いてる。んだろうけど、はいうん。どうしても。どうしても、俺はそう感じてしまうのね。うーん。 まあそうですね、うん、まあなくても全然いいですし、うん、まあ入れたことによってまあどうなんだろうザ・リンゴ園の中のザ・リンゴ園の中の、はい、ザ・リンゴ園の中の、うん、あの、ね、まあ最後の方のあのねまあとある娘さんの話、うん あのね期間労働員ねそうですねにつなげるための布石みたいな感じもあるのかなでもさなくても全然話的にはそれで一つの話になると思いますし確かに特殊な環境下に置かれてる人っていうのはその冒頭のところに話を戻すとその。 望,望まない妊娠をしてしまったがためにっていうところであるかもしれないけど、はい、でも、うん、わざわざしなくてもよくない、うん、というのはなくても成立はするんじゃないかなと思うの。な,はいはい、なくても成立はしますしもっとなんか爽やかな感じで、うん、一つのストーリーがまとまるような気もするんですけどうん、うん、まあ個人的にはあとそれ、まあ、ルールに書いてなかったし。 それ言っちゃうそれ言っちゃうんすねザ・リンゴ園のルールの中にねだからもうほら分かんないからこれだけ聞いても分かんない見なきゃ分かんないからそうですね気になる人は見たらいいんだよそうですよもうこのザ・リンゴ園っていうのは何のことっていう話あのあそういうことって感じだったもんねそうういことなんだあ、あ えここここだからタイトルとこれを結びつん、えー、なんだろうだからタイトルを聞いて、はい、このセンセーショナルだったわけ、はい、中絶手術をする子供い、はい、子供医師の話っていうのを聞いたから、はい、あだから子供医師がそういうのをする場所を子供医師がっていうか、うん、あの人工妊娠中絶をするようなあのー 場所を持っっっててサイダーハウスいうのかなと思ちゃ最初なかのそのまあ個人のことを俺は「サイダーハウス」でそのまあ同じような暗黙のルールみたいなのがあるのかなでしょと思ってたんですけど意外すぎてさそうですね確かにびっくりしましたまさか「ザ・りんご園」だとはまんまっちゃまんまなんだけどね はい、そうですねはい、うん。とはいえ <laughs> だから,だからななんだろう裏切られたとかそういうのも思わないんだけどちょっとしたこうもやもやというかと,と,んちとんちかなんかなのかなと思っちゃうねうなるほど。ただ <laughs> まあまあまあ、まあ、あの和志さんも。うん じゃあこの映画に名前を付けるとしたらまあそうだねサイダーハウスルールかザ・リンゴ演歌みたいなリンゴ演歌って言ってましたよね確かうん,うんなんでまあ合ってるっていうかまあやっぱイメージ的には面白いからいいのかなとは思うんですけど <laughs> 面白いからいいってどういう意味 <laughs> だから現代はこれでいいと思うよ <laughs> はいもちろん、はい、日本でやるときによくわかんないから 別に、なんか <laughs> うんもうちょっと別のタイトルつけてもいいんじゃないって思っちゃうんだけど確、ね、かに何か日本語のタイトルに直すと結構変なというかう改変がかかったりするのにこれはそのままですもんねうんじゃあ何がいいって言われてパッと思いつくわけでもないですけども <laughs> そうですね <laughs> そ,うそれを言っちゃうとやっぱりもう皆さんがおっしゃってるもやっとしたけどピンとはこないっていう。

そのまんまじゃ、そのまんまだけどね。いいっすよ、もう、ほう、だっけ。ルールでいいの、ルール、ルール。ああ、うん。いや、うん。でも、ありそうだよね。もう、あ、るね、多分ね。ただの、なんか、調べたらありそうだよね。なんか、ホラーでありそうですよね。あ、ああ。はい。あ、で、飛びまぐわいやだ。なんか、やってたよね、ミミックだっけ。ああ、なんか、ありましたね。覚えてはないですけど。 ゲーじゃなかったっけ？どうあったキするんだけどな。いいですフォーマーの冒険とかでいいっすよ。違ったかな。違うか。飛びンマグワイアじゃないかあれ。ああそうかそうか。全然違う人だった。多分気になった人は調べるでしょ。はい。まあ調べてくださいね。はい。大丈夫です。だからまあヒューマンドラマが好きな人とかにはいいんじゃないのかな。そうですね。おい でそあらすじとかストーリーっていうやつでそのク,ロクローズアップしてるわけじゃないけど、はい、一番目についちゃうその中絶っていうのはそん,そんなにどぎつく入ってきてないから、はい、そうですね。ただそれがきっかけになって個人を飛び出すっていうツールでしかないと思えば、はい、そうですね、うん、いくらか間口は広いかなとは思うよね。広いというかあの 広がるんじゃなないかなそこ中心に見る人もいないでしょうし、うん、あの映画、うん、なんだったら最後の「<laughs> おこれはこれはちょっとやっちゃうんじゃねえか?」と思ったらそこ平和に終わっちゃうんだみたいな、うん、ああ確かにそれはちょっとありましたそうねはいそんなの多かったねそうですねあえ何あそっかあの女の子がローズローズか あ,あ,あ,あ、そうです。ああはい、はい、あれ、俺全然気づいてなかったけど、ローズローズってエリカバドゥだったの？そうです、ね。あ,あ、ね、そう。エリカバドゥだったの。全然気づいよ、エリカバドゥだったの。<laughs> あ,あ、そう。ブルースブラザーズ2000に出てきて魔女をやってて。<laughs>

すっげえあの <laughs> 人差し指と親指だけでマイクを持ってる画像が <laughs> トップですね超うまいっすよああもうエリカバドゥーだけを見てください <laughs> もう落とすにかかりました <laughs> <laughs> 俺的にはもう「ローズ・ローズ」がエリカバドゥーだったっていうのを今さら知ったっていうのあるけどあもう急におすすめになったわなるほど押しにかかりましたね押、えー、しますよ、えー エリカバドゥだもんね。ネオソウル。というわけでございまして、言い残したことはないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈ただ、まあ、あの、絵は綺麗だったよね。全体にね。はい。あの、しっとりとした感じではあったけど。はい。なんかね、青。パッケージに使ってたのと同じ感じで、青をなんかね、綺麗に表現して。はい。あの。終始出てくるんじゃないところがまたいいや。はい。という感じでございましてですね。 今月のこれはサイダーハウスルールでございました。はい、はい、というわけで、はい、えー 来週…じゃない、来月はどうしようかねあー…どうしましょうね、また…そういえば、あお題をちょっと考えといてなんて言ったね、あの、相浜くんあ、あ、そうだねはい、いなくなっちゃいましたねいないね、いなくなりましたあれ今週いないねはいおかしいですね困っちゃったねはいあ、でも、なんだったらあの、久しぶりに…久しぶりに…先週から帰ってきたうん三角くんに何か…今出るすぐ この人はだって何にも出ない人だよそうなんですかそうだよまさかミカドくんの辞書に何も何も出ないって書いてあってそれ引くとミカドって書いてあるって俺俺って書いてある <laughs> すごい自信。わざわざ修正ペンで消して俺って書いてあるそれぐらい自信があるんだよ出ないすぐに出ないむしろそれしか書いてない <laughs> <laughs> すいません何か隠す本みたいな 私 <laughs> <laughs> の方でちょっちょっとすぐに出る気がしないです。すみません。どうしようか？えー、どうしましょうか？ここにいる人に誰か募ります。でも詰まるほどの時間はないんだよね。<laughs> <laughs> からこれはまたあれかな、じゃあ来週以降で何かにしようかね、はい、そう決めてお伝えしますかね、ねはいただそれはやっぱり、みかくんに決めといてもらって、はい、ただそれをお伝えするときにみかくんがいない可能性があるわけですよ。なんですって<ー>だって、もうすぐいなくなっちゃうんだもん。<laughs> <laughs> はあ、またそん、そいや、いますよ。きっといいいまますす彼はは本当には 今度いなかったら伊達の新ただけじゃ済まないよもちろんそうですよ金沢まで行って生麩を買ってきてもいいですねふにふにで美味しいあの生麩をお吸い物に入れると最高よそうなんですよデザートでもうまいよそうなんですよ生麩にあんこ入れたやつとか知らないすんげえうまいんだよむっちむちで中身あんこで超美いしそうですよこうなったら来週帝を越させないようにするかなんか今 そんなそれいいね、そんな言葉がそ,それいいんじゃないの毎週毎週来なければ美味しいものがどんどん増えてい美味しいもの食べたいね、食べたいですよね、食べたいね、食べたいですよね、来週収録ないよ、うん、のちょっとね、<laughs> あ、来週なかった気がするな、なうん、うん、ないあの、あの、すいません、お二人さん、すいません。 嘘はちょっとやめてくだボイスラブネットワーク、火曜日、えー、楽しくお送りしてまいりましたけれども、ですね <laughs>、はいえー、ここらでお別れの時間とあいありました念です、えー。というわけで、えー、今月のこれのお題は来週以降にお伝えすることになると思います。はいはい、でお相手は渡辺と、しかと、帝と、来週の収録はお休みだよ、帝くん君、次回の方針までさようならお休みだよ。 こちらは新博多町専門展開でございます。